んこんばんは。本日もお稽古も終わり、よく1週間頑張った週でもありました。子どもたちも疲れている中、楽しくレッスンに通ってきてくれました。都庁長モーツァルトお届けいたします。先生も毎日いろんな曲を弾いています。先生の話を聞く能力、的確なアドバイスを聞く能力のある子はどんどん伸びていきます。今日も少し辛口なことも先生もお話ししましたが、拍の長さに指替え、指くぐり、ちゃんとお母様方のご要望をちゃんとニーズにお答えできるように先生もちゃんとサポートしております。拍の長さに指番号、ドレミの位置、ヘ音記号の位置、簡単な曲をまず一曲丁寧に弾く習慣をつけてみてくださいね。必ずできるようになっております。バスティンの練習曲もシャープが3つ、2つ3つ出てくるとやっぱり子どもたちは読譜が難しいわ難しいわと思ってしまいますが、ゆっくり読むことで必ず読譜力もついてきております。ちゃんとサポートして、できたできた、できるわ、ちゃんとできるわね、やった、ちゃんとサポートしてあげることは大切です。なぞなぞ、いつでも一緒にくっついている棒とは、棒は棒でもいつも一緒にくっついている棒、相棒
鳥は鳥でも夏の夜に出てくると。出てくる鳥、あえりゃやっちゃえりゃやっちゃ。ヒントはこれ、夏の夜に出てくる鳥は鳥でも盆踊り。第3問、これから生きていく人が明るく見える棒。あなた明日もラッキーね、ついてるわよ。明日ももっと素晴らしい日になるわよ。これからもっともっと明るく見える棒は棒でも希望の棒。バガナナツでバナナ。お尻に棒がつっついている、くっついている棒はつくつく棒、つくつく棒。子供たちもダジャレやなぞなぞが本来は好きなんです。子供の自己肯定感、考える能力、遊びを取り入れて、ちゃんとできたね、よかったな、ちゃんとできるわよ。ちゃんとサポートすることは指導者としての役割でもあります。先生も毎日絶好調、できる自信を持っております。それではまたサタデースペシャル第1弾、モーツァルト留守に何する。新聞記事の上にいる鳥は鳥でも、鳥は鳥でも新聞紙の上に乗っかっている鳥の名前は、キジ。ピンポン。それではリラックスリラックス。本来深呼吸の必要があります。毎日頑張るよりゆったり頑張らない日があっても本来いいんです。子どもたちも夏これから水筒を持って楽しくお外で遊んだり、運動会の練習も始まって疲れが出る時期です。完璧よりも少しずつできることをやってみてくださいね。それではね、おこんべどんべど。新聞紙、新聞紙、新聞紙の上に止まっている鳥は、キジ。それではね、本日、モーツァルトの悪祭、お届けいたしましたとさ。さようなら。